団地区は団地の海岸近くに生育する稲荷の多年草。別名亜生、またはヨシタケ。ヨシに似ているがはるかに大型で、高さは2から4メートルになり、茎も太くて竹のようになる。地下茎は短く横に生い、大きな株立ちになる。葉は幅広い線形で、先端は細く伸びる。果女はヨシのものに似て茎の先端から、 夏引く秋に出る。旧世界の亜熱帯を中心に分布し、日本の関東南部以西、中国南部、東南アジア、インド、地中海沿岸にある。世界の侵略的外来種ワースト100に選定されている。過剰が紫色を帯びるものを紫団地区を見るといい、方影に毛があることでも区別されると言われる。また、高砂団地区は沖縄以南にあり、 若い幼少部に毛が密生することで区別される。茎は二酸化ケイ素を含み、頑丈かつ柔軟性に富むため、オーボエやクラリネットなどの木管楽器のリード部分の素材となる、ほか、釣竿やつえを作る際にも使用された。古代エジプトでは、死人の埋葬の祭壇地区の葉で死体を覆う慣習があった。不入りの品種もあり、庭園に植える。キーフンでは、 サバのなれ寿司を作る際、それを包むのに使われ、好期を添える。その他、古くから防風林的に畑などの周辺に植栽した例や護岸に利用した例などが知られており、地域の生活に密着した植物であったとみられる。近年では、バイオ燃料の原料として注目され、研究の対象になっている。研究は、本種にトリプタミン系化合物が豊富であることを、 発見しており、アメリカ産のものよりもインド産のものから発見されており、また、インドでは様々な目的で用いられる。ブフォテニンやグラミンのような毒素もまた発見された。茎を除去した乾燥根茎は0.0057%の DMT、0.026%のブフォテニン。花にも DMT やゴメを NMT が含まれる。 新しいバイオ資源作物団地区とエリアンサス ABC イロットアルンドドンクスインフォページ1イロットアルンドドンクスインフォページ3ありがとうございます。